今回の動画は81マーク2です。トヨタが生んだ高級車乗ることを憧れた人もかなり多いのではないでしょうか。グレードによっては新車価格と同じぐらいの価格で取引されることも最近あるみたいな。30年前の車なのに、まあ、なのでそういったところも旧車王が買い取った車なので、査定ポイントなんかも紹介できればなと思ってます。実際にどんな車なのか見ていきましょうか。それでは旧車王チャンネルスタート。はい、旧車王チャンネルの菊池です。藤村です。いや寒いです。雪です。もうがっつり雪です。もうあの辺木とか全部積もってます。そうですね、ちょっと皆さんには見えないかもしれないんですけど、はい、見渡す限り白いです。まあ、こんな寒い中、まあ、一発目やっていきましょうというところで、はい。でまあ、この旧車王チャンネルはですね、旧車王を通しお客様からお売りいただいた車を紹介していくチャンネルにしていこうかなと思ってます。車をうるさいとかに判定士がどういうところを見ているかとか、そういったところをお伝えしていければと思っていますので、よろしくお願いします。じゃあ早速ですが、今回ご紹介する車はこちらです。 JZX81M2 です。どうですか藤原さん、この車の印象は。この車ですか、はい、素直な感じでいいんですかこれ。素直な感じで、素直な感じで言うと、いや子供の頃型の 81M2 か、はい、クラウン、白いクラウンがよく走ってたなっていう印象ですね。はいはい、あ、じゃあ子供の頃によく見たっていう、そうですね、イメージありますか。あります。いい感じの人たちが乗ってる、あ、車的な、はいはい、まあ、ちょっと高級車ってイメージもありますよね。そうですね。なるほど。早速じゃあどんな車か見ていきましょうか。はい、じゃあ外装を見ていきましょうか。行きましょう。どうですか、綺麗じゃないですか。めちゃくちゃ綺麗ですねこの車。1990年式とは思えないぐらい。いや、30年前の車でここまで綺麗なのって珍しいですよね。すごいですね。そうなんですよ。で下回りとかのサスペンション類もサビはないですし、3万6000キロしか走ってない、ただ豪雪地帯の車なんですよ。あ、そうなんですか。そういった地域でこの、ま、状態の良さなので、すごく丁寧に乗られてたんだろうなっていう、そういうのもかなり査定の高評価ポイントにはなってますね。あとはフルノーマルってところですかね。あ、確かにアルミとかも純正のままですもんね。気づきましたか。はい。そうなんですよ、フルノーマルなんですよ。なんかそのフルノーマルっていうのが、これからフルノーマルで乗りたい人もいますし、自分色にカスタムしていきたいっていう人もいますし、そういったニーズが結構あるので高評価ポイントになります。この車一つ特徴があると思うんですけど、ボディサイズかなって思うんですよね。結構大きいですか。大きいですよね。確か当時のカローラが横幅1650いくつだったと思うんですよ。に対してマーク2は1710、この時代としては大きめのボディサイズなんじゃないかなっていう気がしますね。なんか今の時代見るとなんかよくある大きさだなって思うんですけど、当時で行くと確かにそうかもしれない。はい、じゃあ続いてエンジンルーム見てみましょうか。この車 1JZ が積んでますもんね。そうなんですよ。70スープラと同じエンジン。同じエンジンです。これ、はい、おー本当だ、ワンジェル、まあ、かっこいいっすね。そうですね、まあ、あとこのマーク2は、まあ、エンジンのラインナップすごい多いじゃないですか。多いですね。で、まあ、この 1JZ 積んでるってことで、まあ、これがかなり高額査定のポイントになりますね。このモデルはだいたい2リッターです。そうなんですよ。で280馬力 の、 パワーもあるところで、まあ、そこがかなり今新車に近いぐらいまでの価格でニーズがあるっていう。このトラクションコントロールの文字とかすごいですね。これ当時は技術だったのかもしれませんね。いや確かに。 あとこれヤマハが作ってるんですかね。あ、ちゃんと書いてありますね。あとタワーも入ってますねこれ。あー本当だ、そうです。これは本当純正で入ってるのかな。そうですね。ちゃんと補強 2.5 リッターの約80馬力のエンジンを積むから、ちょっと補強しないとみたいなところあったんですかね。っていうことみたいですね。すごい内装めっちゃ綺麗ですね。30年前の車ですよこれ。何がすごいって全然プラスチックがないことですね。この辺とか木っぽいですもんね。これ革ですかねこれ。あとこれハンドルもシートも擦れてるとこ一個もないですね。一個もないですね。やっぱそういうところも例には影響するんですか。しますね。かなり高いと思います。外装もそうですけど、内装がここまで綺麗って30年前の車でってのはないので、どこも剥がれてないです。それは高評価ポイント。なかなか大切にされてきたのが伝わってきますね。やっぱ3万6000キロしか走ってないので、本当に大事にされてきたんですよね。検車さん、横に乗ってて乗り心地はどうですか。そうですね、静かだなっていうのが第一印象ですね。確かに。でもめちゃくちゃ安定してません？安定感ありますね。なんか輸入車とあんまり遜色ないような乗り心地っていう感じがしますね。
ックの音もあんま聞こえないぐらい高級車なんだなっていう感じしますね。多分風切り音とかはあんましないってやつ。運転しててはどうですか、同乗者的にはすごいいい乗り心地なんですけど。そうですね、運転しててもやっぱ安心感がありますね。あんまりこう外の音も聞こえてこないし、安心して走ってられる感じがしますね。とってもリラックスできる空間って感じしますよね。結構しますね。やっぱりじゃあパワーしますか。いいですね。早い、いいです。おお、すげえ。かなりパワーありますね、これ。めっちゃドキドキしたよ。びっくりした。早。でもパワーありますね、やっぱ。ありますね。70スープラと同じエンジンなんですよね、これ。バンジー。はい。いや、早いわ。びっくりした。見た目そんな車には見えないのにって感じ。しかも普通のオートマなのに、グイグイいった今。すごい。どうですか、普段 M3 に乗ってる藤村さんから見て。いや、早かった。普通に早かった今。遜色ないですか。ないっすね。あ、ちょっとヒヤヒヤした。そう考えるとこのサイズ感でこのエンジンあってっていうのはなんかちょうどいい車ですね、うんうん、そうですね。ちょっとこうやんちゃしたくなる気持ちがやっぱこれなんか急遽走ってる人多かったイメージがあるんで、昔そういう人が乗ってたみたいなイメージですよね。そう、実際乗ってみてこういうことしたくなる気持ちハンドリング的にはどうですか。軽いだけど意外としっかりしてる感じがしますね。軽めだけど意外としっかりしてる。こう楽に運転できるし安定感はある、まあ、軽めのハンドリングって感じですか。そうですね、運転してて楽しいかもしれないこの車は。本当ですか。あ、すげえ、どうするブレーキはどうですか。ブレーキも でも意外と止まるかもしれない。4人乗っててこの感じなんで、なんかさっき若干遊びはあるって言ってましたよね。ペダル自体は結構木自体はいい、木自体はいいですね、90年の車ってのはすごい。運転も楽しめるけど乗り心地もめっちゃいいみたいな、やっぱそういう高級車感ありますね。ありますね。30年前の車すごいかもしれない。ちょっと知らなかったですね、乗ってみるまで。どうですか、乗ってみて全体的な感想としてはちょっと欲しくなったかもしれない。あ、本当ですか。なんか普通に楽しいし乗り心地もいいし、いろんな人を満たしてくれる、ファミリーカーとしてはかなりいい車なんじゃないかなっていう気がしますね。確かにそうですね。店長さんどうですか。やっぱり家族がいる方で車好きの方とか、なんか子供ができてもあんま酔わなそうですしね、この車だったら、乗り心地いいし。そうです、そうです。なのでなんか家族のことを考えもなんか自分の運転を楽しみたい欲も満たしてくれるみたいな、なんかそんなちょうどいい車なんかなって思いましたね。そうですね、まさにそんな感じがしますね。踏んだらパワーある、乗り心地いいし楽しいみたいな。じゃあ全体通してって感じですけど、まあ、やっぱあの家族持ってて運転も大好きなお父さんですかね、なんかそんな方におすすめの1台なのかなって思いますね。そうですね、そんな感じしますね。いや、ちょっとこの予想外の雪景色でいいドライブになりましたか。なりました。高速道路とかでもう一回乗ってみたいですね。そうですね。いや、寒かったですね。寒かったですね。過酷な撮影でしたね。今日はかなり頑張ったんじゃないでしょうか。いや、本当に伝わりますかね、この大雪どうですかね。真っ白ですからね、車積もってるのは伝わんないけどそうですね。あの、面白いと思った方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。弊社では一緒に働く仲間を大募集しております。詳しくは概要欄の方ご覧ください。